出席議員60名であります休憩前に引き続き会議を開きます引き続いて質問を行います尾形直之君 え皆さんこんにちは、えー、自民議連広島市東区選出の尾形直之でございます今次定例会におきまして最後の質問者として登壇の機会を与えていただき中本隆議長小林秀則、うんうんね、秀則副議長をはじめ先輩同僚議員各位並びに傍聴にお越しいただいた皆様方に心から感謝を申し上げます 2月17日から始まった質問も今日で最後です。この間、15名の議員から100問以上にわたる幅広い質問があり、私自身、大きな気づきと学びをいただきました。ラストバッターとして、これまでの質問となるべくかぶらないように、県政の発展に向け、私なりの質問をぶつけてみたいと思います。当局の金メダルのように輝く答弁を期待して、早速質問に入ります。質問の第一は 県庁職員の人材育成とマネージメントについいてお伺いしますまずもって、県庁職員の皆さんにおかれては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、頻発する自然災害、鳥インフルエンザへの緊急対応など、多様化する課題への取り組みに、24時間365日、本当に頑張っていただいていることに、心より感謝を申し上げます。コロナによる最初のの緊急事態宣言の時 いくつかの部署を拝見させていただきましたが県民からの不安や怒りの声にも丁寧に接する職員の姿に頭が下がる思いでしたまさに湯崎知事の掲げる広島県職員の行動理念が浸透している結果であり心強く感じていますし今後もすべての職員が持てる力を遺憾なく発揮できる組織であることを願ってやみませんが今の県庁を取り巻く環境も激変しています 行政コストや人員の削減に加え、毎年、病休者や中途退職者も相当数発生している中で、頻発する危機事案への対応も相まって、担当課だけではなく、職場によっては明らかなマンパワー不足により、当初計画していた通常事業ですら執行できていない状況もあるのではないかと思うのです。最近ニュースでも大きく取り上げられた 文部科学省が行った初めての調査では、公立の小・中・高や特別支援学校での教員不足、長時間労働の実態が全国的に明らかになりました。何を今さらとも思いましたが、教員だけでなく、コロナ禍での保健所職員の方々など、精神的、肉体的、社会的に良好である状態、いわゆるウェルビーングが叫ばれる中、とても使命感や責任感だけで、 語れる状況ではないと感じています職場においてプレイヤーとなる職員は業務遂行におけるエンジンでありますし組織を根っこで支える一般職員のモチベーションやスキルアップへの意欲はどうやって保たれているのかということも懸念していますこれまで県庁の人材育成は主に各部局の職場による OJT により行政ノウハウを継承してこられましたが目の前の業務に追われ 後輩を指導するる時間や能力向上ののののための自己研鑽の機会が以前より失われていいでではないでしょうか私は、つまるところ、県庁組織の持続的発展や行政サービスの維持向上のためには、その場しのぎではない、地道な人材育成が欠かせないのだと思っています。そこで、広島県のトップである知事は、頻発化する危機事案への対応も踏まえた、 職員の担い手確保についてどう考え県庁という大きな組織をどのようにバランスを取りながらマネジメントしていこうとされているのかお伺いいたします。併せて県民や議会のカウンターパートである県庁職員はこれからの時代前例にとらわれることなく積極的に外部とも交流しながら街づくり、人づくり新たな価値の創出に挑戦してほしいと考えますが 知事の考えるこれからの県庁職員の目指す姿とはどのようなものなのか、そしてその実現に向けた人材育成の新たな取り組みをどのようにしていこうとされているのか、お伺いいたします。加えて最近、私が特に心配しているのが、課長級になられている方々のことです。県庁という重要な組織を支える要である、組織の中間層が、心身ともに健全で、 本来のマネジメント機能を発揮してこそ目的の達成が図られます。しかし最近の実態としては管理職である課長自らが結局プレイヤーの役割をも果たさざるを得ない状況になっていると見受けられます。働き方改革はうまく作用すれば過労死などを防ぐセーフティーネットとなりますが業務の効率化等による仕事量の減少が伴わなければ 都合の良い働き方改革、つまり働き方改悪となる危険性があるのです。課長等には管理職手当がつく代わりに、基本的に残業代は出ません。当然、責任は重くなりますが、一方で、人材不足で実務が減らない中で、働いている割に実質の手取りは減ったという声をよく聞きます。もちろん、使命に燃え、頑張る方もいますし、 給与がすべてではないと思いますが現に今課長になりたくないという若手の声も聞きましたどうか組織の課題である課長級の努力と苦労が報われまた時代の職員が管理職に就きたいと感じるよう課長職の経験者でもあり上長でもある局長等におかれては時代に即した適切な対応を検討していただきたいと思いますそこで広島県庁の管理職が モチベーションを維持しながら、本来のマネジメント機能を発揮するため、また一般職員が将来、管理職となり、力を発揮したいと思えるような環境整備に向けて何をすべきか、職場環境をどのようにしていかれるのか、知事のご所見をお伺いいたします。 質問の第2は、生涯にわたる人材育成について2点お伺いいたします。磨かずば、玉も鏡も何かせん、学びの道も書くこそありけれ。これは、明治天皇陛下の置き先、証昭憲皇后陛下の身歌であります。玉も鏡も磨かなければ、輝くことがないのと同じように、学業も怠ることなく励むことを促しておられます。100年以上も前に読まれた歌ですが、 学ぶことの大切さは、どんなに社会が変化しようとも、時代を超えて変わらない価値のあるものと言えるのではないでしょうか。今、人生100年時代と言われる中、人々がその生涯において行うあらゆる学習、すなわち学校教育、家庭教育、文化、スポーツ、レクリエーション、ボランティア、企業内教育、趣味など、生涯にわたる人材育成とその環境整備は重要であります。 このように多岐にわたっている学びにおいて、では県に、生涯にわたる人材育成の担当はどこと聞いても、例えば各地域などでの社会教育については教育委員会、スポーツ活動については地域政策局、大学院などでのリカレント教育は環境県民局、リスキリングなどビジネスに対する職業教育については商工労働局と、 これだけの部署がそれぞれの立場で取り組みを行っているのですそこに部局横断的な連携がどれだけ図られているのかは気になるところであります一方知事はビジョンの中ですべての施策を貫く三つの視点の一つに生涯にわたる人材育成を掲げられており生涯にわたって学ぶ必要性を位置づけられましたが私も同感でありますそこですべての施策を貫く視点として位置づけられている以上 生涯にわたる人材育成のための学びも、部局横断的な政策が求められていると思いますが、今後、県として具体的にどう推進していくのか、そして、こうしたさまざまな学びを広島県内で受けやすくするために、何が必要と考えているのか、知事に伺います。さて、先ほどは県庁の人材育成について触れましたが、 質問の二つ目は、民間における人材育成について伺います。近年、急激なスピードで産業構造が変化する中で、我が広島県の基幹産業である自動車産業においても、先日の質問でもありましたが、確実に EV 化の波は押し寄せ、グローバルサプライチェーンの混乱や、原材料の高騰も相まって、大きな変革の時を迎えています。こうした中、政府は昨年12月、 今後目指すべき人材育成について議論する教育未来創造会議の初会合を開き先ほどのリカレント教育の強化や大学学部の再編拡充を打ち出されました社会で求められる人材像や能力も常に変化していきますが多くの若者がこれからも社会を支える存在であり続けることを考えれば学校を卒業した後も 必要となるる学びがができる環境の整備が求められます私はその受け皿となりうる一つが大学や大学院であり、これらと産業界が機能的に連携することで、社会ニーズに応じた人材育成が効果的に実現できると思います。そこで今後の広島の産業構造を捉え、激動する時代にも適用できる高度な経営人材を地元で育成していくために、 県立大学の果たす役割をどのように考え、地域の実情にも精通した取り組みをどのように進めていかれるのか、また企業においても、従業員のリスキリングや産業構造の変化に対応できる経営人材の育成に取り組む必要があると考えますが、今後どのように支援されていくのか、知事にお伺いいたします。質問の第3は 本のの高度医医療療人材供給拠点構想と救急医療体制の強化についいいてお伺いいたします先日、各議員からも、救急医療の確保や災害医療について質問がありましたが、まさに救急医療体制は社会の重要なセーフティーネットであります。しかし、本県における令和元年の受け入れ紹介4回以上や、現場滞在時間30分以上の、 いわゆる救急搬送困難事案の割合は多く全国平均を上回っており15歳未満の小児搬送についてもやはり全国平均より多い状況となっていますまさに広島都市圏における救急医療の体制強化は長年の課題と言えるのです一方で岡山、兵庫などの病院では 運ばれてきた患者は100%受け入れることを標榜している病院もあり、例えば、神奈川県の湘南鎌倉総合病院では、年間1万4,000件もの救急患者を受け入れています。特に、子どもは症状が急変しやすく、夜間や休日に急な発熱や嘔吐などで苦しんでいると、受診させるかどうか悩まれる親御さんは多いと思います。 判断を誤ると重症化する危険もあるため、広島県では、看護師等が助言する電話相談事業、シャープ #8000 を実施しています。<coughs> もちろん、こうした不安軽減策も大事ですが、県内の小児死亡数のうち、不慮の事故によるものが約2割という高い割合を占めている現実を踏まえれば、子ども専門の救命救急センター、 の整備は急務だと考えますこれは診療科を問わず、すべての重篤な小児救急患者を24時間体制で必ず受け入れることを要件に、都道府県知事が指定するものですが、現在、全国で17県、17箇所しかなく、中国地方にはまだ1箇所も設置されていません。広域的にカバーできるような場所に、新たにこうしたセンターが整備されれば、 県民のの安心度も高まるでではないでしょうか少子化だからこそ、逆に私は、こうした施設が求められていると思いますし、施設が整備されることで、小児専門の医師の確保・育成にもつながると思うのです。そこで、県においては今年度、広島県医師会、広島大学、広島市などで構成する、広島県地域保健対策協議会に参画し、高度医療、 人材供給拠点構想についての議論が進められていますがこの構想が目指す姿ととりわけ子どもの救急医療についてどのような体制を検討しておられるのか伺いますまた拠点構想の実現に向けて今後どのように取り組んでいかれるのか知事のご所見をお伺いいたします質問の第4は少子化対策や子育て支援等に資する 魅力ある県営住宅の再編整備についてお伺いいたします公営住宅の設置目的は言うまでもなく低所得者世帯が困窮することなく安心して生活していただくためにあります県でも今年度から令和7年度までの県営住宅再編5カ年計画を策定され一斉に更新時期を迎える県営住宅の建て替えの平準化 設置場所やニーズを踏まえた再配置などしっかりと整理されていると思います一方これまで平成18年に供用を開始した坂町の県営平成が浜住宅のように保育所や地域開放型の集会所も備えた子育て支援型の県営住宅については今も高い人気高い人気が続いておりますがそうであれば その後なぜ同様の県営住宅の整備予定がないのかと不思議に思うところでもあります周知の通り住宅費というのは家計の中でも大きな負担を占めます子供がたくさんいれば当然広い住居を求めますが広くなればなるほど高額になるため所得の少ない若い世帯では子供を多く持つことを躊躇することが懸念されます民間のマンションデベロッパーの方とも話をしましたが そそもそも現在は、1家庭を3から4人で想定して供給しているので、こうした確かに対応した物件自体、少ないとのことでした。すでにお子さんがいる夫婦が、もう1人海育てたいと思われても、そうできない理由を掘り下げていただき、2人から3人、4人と子どもを増やしたい夫婦にとって、子どもがたくさんいても、のびのびと生活できる、低廉な住宅環境の、住居環境の供給を、 広島県としてこうした特徴ある県営住宅の再編と合わせて積極的に検討すべきと考えますそこで16年前の一般質問で同様の質問をした際当局からは多人数の世帯にも対応できる 4dk も整備しているとの答弁でありましたがその後の大家族向け県営住宅の整備状況はどうなっているのかお伺いいたしますまた民業圧迫などにも配慮しつつ子どもがたくさんいる方が 気兼ねなく生活できるような、まさに少子化対策や子育て支援等に資する魅力ある県営住宅の再編整備について、より積極的に実施していただきたいと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。質問の第5は、水産資源の持続的確保に向けた積極的な取り組みについて伺います。一連ののコロナ禍で大勢の人と接触しないキャンプや 屋外レジャーの一つでもある釣りも人気が高まっています統計によると広島県は全国第四位の釣り人口を有しプレジャーボート保有数も全国一位であります各有私も数年前から釣りにはまっています仲間との釣りは楽しくそして瀬戸内の新鮮な魚は最高です一方でここ数年明らかに釣れる魚が減ってきているように感じています私の腕が悪いのもありますが 統計にもそれは現れていました県が集計している漁種別漁獲量の推移を見ると例えば平成19年に年間1057トン取れていたタチウオは13年後の令和2年ではわずか120トンと約1割にまで減少していますその理由については気温変動による海水温の上昇やモバの減少乱獲などが考えられますがはっきりと解明されていないとのことであります そして先日、我が会派の沖議員の質問に対し、知事は、本件では水産業維持の観点から、海底幸運や藻場の造成、稚魚の放流などの対策を講じるとご答弁されましたが、こうした取り組みもすべてがすぐに効果が現れるものでもありません。だからこそ、今はさまざまな取り組みを多角的かつできることを速やかにやってみるべきだと考えます。SDGs のの14番目の目標に、 海の豊かさを守ろうとありますが日本はまだ達成できていません国の対応を待つことなくより強い危機意識の中で具体的な行動に移していくべきではないでしょうか小さな歩みかもしれませんが例えば隣の山口県では自ら遊魚に関する代表的なマナーやルールを記載した遊魚の使用量を作成して遊魚者と漁業者の共存共栄や海を守ろうとする取り組みを呼びかけています 本県もこれまで、独自に県民への啓発自体はされてきたと思いますが、これもまだ十分とは言えません。現在の危機的状況を踏まえ、みんなで海を守るという意識啓発をすべきと考えます。そこで、さまざまな漁法を使う漁業者はもちろん、遊漁船と呼ばれる釣り人を乗せ海に出る人たちや、個人の釣り人、各地域、そして行政が連携し、今こそ関係者が一丸となって、 海洋資源を持続的に守っていくルール作りや、啓発活動をより積極的に行っていく必要があると考えますが、県の認識と今後の取り組みについてお伺いいたします。さて、アメリカのマサチューセッツ州では、スポーツフィッシュ・リストレーション・プログラム、通称 SFR と呼ばれる魚回復プログラムと、釣りのライセンス制を取り入れています。この制度による課税を原始とし、 最終的には、釣り場の整備や海洋生物資源の保全にもつなげていることから、信頼と共感を得ています。もちろん、この制度をそのまま我が国に導入することは困難だと思いますが、参考にすべき点もあると感じています。また、海は森の恋人という言葉もあるように、海と森は密接不可分な関係にあります。森の環境整備にあたっては、現在、森づくり県民税が、 関係施策に充てられていますが、もう片方の恋人にはまだ十分でないとも感じます。軽々に海にもというつもりはございませんが、例えば山にキャンプ場や登山道を整備するのと同様に、海に憩いの場や釣り場所などを整備していくこともあってよいのではないかと思います。今、ファミリーフィッシングなども増えていますが、それこそ場所も限られ、環境も整,整っていないのが現状です。一方で 当初部などでは高齢化と過疎化が進み雇用やにぎわい喪失に苦労されているところもありますここにチャンスがあるのではないかとも思うのです例えば地域で話し合い機関や区域仕掛けの種類を制限するなど共通のルールも決め釣り人からは少額でも利用料を取りそれを財源にトイレやゴミ捨て場などを整備していくことも一つの手ではないでしょうか誰もが気軽に海に触れ合う場の喪失を願うものであります そこで、行政が旗振り役となって、漁業者の生活とレジャーとしての遊魚とのバランスも取りながら、海洋資源の確保に向けた取り組みや、整備された釣り場の提供によるにぎわいづくりなど、地域振興を図ることについて、未来志向で好循環につながる取り組みをしっかりと行っていただきたいと考えますが、知事のご所見をお伺いします。 今回は各議員からも海に関する質問も多かったと思います。ぜひ当局の力強い対策を求めます。質問の第6は、今後の観光施策と推進体制についてであります。振り返れば、コロナの影響で振り回され、大きなダメージを受けた業界の一つには、旅行業界もあります。収束後を見据え、やっぱ広島じゃわりなどの観光プロダクトを打ち出しても、再三の感染拡大により、 停止されてしまうなど劇的な状況変化に経営的にもそして精神的にも本当に苦しいことは想像に難くありませんそれでも官民一体となり観光面でのあらゆる挑戦をやめてはいけないのだと感じています現在広島県が関わる観光に関する部署としてヒットと呼ばれる広島県観光連盟そして県庁東館と 商工会議所ビルに分かれて広島県観光課そして広島県も負担金を拠出している瀬戸内 dmo があります私は今なかなか思うような活動ができないからこそここでこの現状を逆手にとって来たるべき時のために観光推進体制を含むそれぞれが担うべき観光行政の棚卸しをしても良いのではないかと感じていますそこでまず 県観光課とヒットが一体となった観光推進体制の船出からもうすぐ2年となりますが、新体制下で大きく変わった点や、観光客の思考を知るためのカスタマーマーケンティングの強化などの新たな取り組み、さらにはコロナ対応以外の現在直面している課題と、その対応方針について知事にお伺いします。そして、一昨年の私の一般質問において、知事は、 ヒットには収益の確保にも取り組んでいただきたいとご答弁されましたがマネタイズに向けた状況や今後の取り組み方針についてもお伺いいたしますまた実行部隊であるヒットにおいては現場責任者として民間出身の事業本部長を招聘し官民一体の組織体制のもとコロナ禍を斬新なアイデアなどで乗り切ってこられました 一昨年のバカタレのキャッチコピーが大きくバズったことは記憶に新しいところですその後組織の強みはうまく発揮されているでしょうか観光振興には官民融合による知恵やノウハウをしっかり組織内に取り入れ新たな取り組みに積極果敢にチャレンジするための熱量や度量がヒットの現場にも求められていると思いますそのためには少なくとも 現行予算が入っている以上は、私たち議会サイドの理解と協力も必要だと思いますが、例えば実行部隊としてのヒットには、一定の責任の下、権限を与え、激変する外的環境にさらに現場目線で即応し、フレキシブルな対応ができるよう、現行体制の機能を改めて見つめ直してみることも必要ではないでしょうか。 そこで、これからの広島県の観光施策をより大胆に、かつさらなるスピード感を持って前向きに展開していけるよう、県のガバナンス機能と、観光連盟の実行部隊としての責任と権限のバランスについて、これまでの官民連携による組織運営を振り返り、アップデートしてみてはどうかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。最後の質問は スポーツを活用した地域活性化の推進についてであります。先日まで開催された北京冬季オリンピックを見て、改めてスポーツの素晴らしさを体感したのは、私だけではないと思います。来月には第40回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会がわが広島県で開幕され、本県の代表として、安田女子高等学校と清水ヶ丘高等学校の2校が出場します。 心より検討を祈りますさて興味深いデータがあるのでここでご紹介しますそれはスポーツに対する広島の県民性です都道府県魅力度ランキングでおなじみのブランド総合研究所が実施された調査においてスポーツの参加感染が楽しめる県という部門において居住者出身者そして応援者いずれの対象においても 本県が2位以下を大きく引き離して断トツの一位でありましたさらに平成二十八年に総務省が実施した社会生活基本調査を見ても生でスポーツを観戦する率の部門で本県が一位となっていますこうしたスポーツを愛する県民性を生かさない手はないと思うのであります広島県では二年前スポーツを通じて地域活性化を目指すスポーツアクティベーション広島 通称 SAH が立ち上がりました。タイミング悪く、その後のコロナの蔓延により、大きな活動はできませんでしたが、それでも行政にない視点により、市、町の取り組みを伴走型で支援するわがまちスポーツの取り組みを推進されています。今年度は新たに呉市のアウトドアスポーツを活用したブランディングや、三好市と廿日市市で取り組まれている女子野球など、ニッチなスポーツをいち早く 地域活性化のツールとして活用し、うまく地域に落とし込まれています。ぜひこうした成功事例を増やしながら、ニーズを掘り起こし、地域の担い手も育てつつ、全県への展開につなげていただきたいと思います。さらに、SAH の活動のもう一本の柱とされている、スポーツの戦略的情報発信では、カープやサンフレッチェをはじめとするトップスポーツから、例えば、尾道セパタクロークラブのように、 地域でコツコツと頑張る団体や、トランポリンとエアリアルの二刀流に取り組む個人アスリートに至るまで、幅広に取材記事やコラムを毎週発出されています。今定例会の知事の冒頭説明では、今後、デジタルコンテンツを活用した広島横断型スポーツ応援プロジェクトを展開していくとのことであり、これまでにない斬新なアイデアが出てきてほしいと。 私も大いいに期待を寄せていますそこでまず、県や SAH は、スポーツを活用した地域活性化に向けた取り組みにまだ着手できていない市、町に、しっかり寄り添いながら、これを県内全体に展開させていくために、今後、具体的にどのような取り組みを進めていくのか、お伺いします。また、スポーツという共通言語のもと、気持ちを一つに、コロナ収束後の新たな起爆剤として、 さまざまなスポーツを知り、応援するきっかけとなる、今後の戦略的情報発信について、具体的にどのように展開していこうとされているのか、併せてお伺いいたします。以上が質問となりますが、ご承知の通り、先日、ロシア軍がウクライナに侵攻しました。決して一言ではなく、我が国もいつ同じようなことが起こるのか分からないという危機感を持,つ持ち、 何よりウクライナに平和が訪れることを願うものでありますそして気がつけばあと四日でもう三月年度末を迎えます少し早いですがこれまで県政発展の礎となられ今期でこの広島県庁を退職される皆様に心からの感謝を申し上げますそしてコロナが一日も早く収束し優しく希望に満ちた春が来ることを記念して私の十九回目の質問を終わります ご清聴、誠にありがとうございました。 当局の答弁を求めます。知事、湯崎秀彦君。まず県庁職員の人材育成とマネジメントについてのご質問でございます。 本件では、職員の力を引き出すための人材マネジメントとして、すべての職員がモチベーションを持ち、成長を続け、高いパフォーマンスを発揮できるよう、顕著におけるキャリアの各段階において、切れ目のない取り組みを進めているところでございます。ご質問にございました、頻発化する危機事案や、複雑化、多様化した行政課題に対応するためには、 専門的な能力を持った人材の確保や育成が課題であると認識しております今後、県庁における専門的な人材の確保・育成が急務となっている分野として、ブランドコミュニケーションやマーケティング等があるほか、県、市長共同で専門人材が必要となる情報、土木、危機管理につきましては、今年度、研究会を市長と立ち上げるなど、その取り組みを進めているところでございます。 加えまして、本件を取り巻く環境がさらに大きく変化している中で、広島ビジョンの目指す姿を実現するためには、進むべき方向性を見据え、成果獲得を志向し、積極果敢にチャレンジし続けることができる職員を確保・育成することが重要であると考えております。このため、令和2年12月に策定した新たな行政経営の方針におきまして、 高いパフォーマンスを発揮し続けるための仕組み作りと、働き方の多様化への対応を通じた自発的な能力開発等の推進に取り組むこととしており、ポストコロナ期におきまして、先行きが不透明で、変化が激しい社会情勢が見込まれる中でも、将来にわたって日本一強い県庁を支える人材の確保・育成が可能となるよう、引き続き取り組みを進めてまいります。 こうした取り組みにおきまして、組織全体が高いパフォーマンスを発揮するためには、すべての職員が高いモチベーションを持って、自身の業務にあたることが重要であり、職員の意欲を高める上でも、組織の中心にいる管理職員によるマネジメントが十分に機能していることが必要となります。また、管理職員自らが高いモチベーションを持って業務にあたることで、 組織全体に好影響を与えることが期待されるとともに、一般の職員にとっても身近なロールモデルとして、自身の将来についてイメージするきっかけになると考えております。モチベーション向上を支えるカルチャー、組織風土は、トップ層の作り出す雰囲気によるものが大きいとも言われていることから、今年度、職員一人一人が県職員として働くことに、楽しさや価値を見出し、 自己実現ができると感じることで、仕事へのモチベーションを高められている状態を目指す姿として局長中、局長級、部長級を対象としたワークショップを開催するなど、新たな取り組みも実施したところでございます。今年度の取り組み実績や成果を踏まえ、引き続きモチベーションのさらなる向上につながるカルチャー、組織風土の醸成などの取り組みを進めていくことで、 県全体の組織パフォーマンスの向上を図ってまいりたいと考えております次に生涯にわたる人材育成を推進するための部局間連携についてでございますあらゆる分野の力の源泉となるのは人であり先行きが不透明な中におきましても社会の変化に的確に対応していくためには将来の広島県を支える人材の育成に取り組む必要があると認識しております このため、全ビジョンの柱の一つとして取り組んでまいりました人づくりを発展させ、安心・誇り・挑戦広島ビジョンでは、生涯にわたる人材育成をすべての施策を貫く視点の一つとして位置づけ、乳幼児から高齢者まで、そのライフステージに応じて人材育成の取り組みを進めることとしております。取り組みの推進に当たりましては、関係部局が十分に連携して効果的に取り組むことが必要と考えており、 具体的には、乳幼児におきましては、幼稚園、保育所、認定こども園など、各種施設や家庭における乳幼児期の教育、保育の充実について、乳幼児教育支援センターを拠点に、教育委員会、健康福祉局、環境県民局が連携して取り組むとともに、初等・中等教育におきましては、学びの変革の推進の一環として、高等学校における地域の特産品を活用した商品開発など、 産業界と連携した職業教育の充実等に、教育委員会が農林水産局、商工労働局などと連携して取り組んでおります。さらに、高等教育、社会人におきましては、これからのデジタル社会に対応できる人材の育成に向けて、県内大学等の連携によるデジタルリテラシー教育の推進や、働く人向けの DX への理解、実践意識の醸成の取り組みなど、 環境県民局、商工労働局、DX 推進チーム等が連携して取り組んでおり、今後もライフステージに応じた人材育成について、関係部局が連携しながら推進してまいります。また、これらの取り組みにあたっては、学校におけるデジタル機器の活用や遠隔授業の推進、社会人などが受講しやすい休日夜間の開講や、各種講座のオンラインでの配信など、 様々な学びをを受けやすくすすくるたためのの環境の充実を図っててままいりたいりりと考えております今後とも県民の皆様お一人お一人が生涯にわたって事故の能力と可能性を最大限に高めることができる広島県の実現を目指し、ビジョンを通じて、経営戦略新機関組織を中心に、関係部局が連携し、人材育成の取り組みを推進してまいります。 次に、産業構造の変化に対応できる経営人材の育成についてでございます。デジタル化の進展等に伴い、企業を取り巻く経営環境が急速に変化する中、県内企業が新たな付加価値を創出し、成長分野を切り開くには、産業構造の変化に柔軟かつ的確に対応できる思考やスキルを有する人材の育成確保が重要であると認識しております。 こうした中、県立広島大学におきましては、中国地方唯一の経営専門職大学院である HBMS を設置し、本県産業構造を踏まえ、生産性の向上が喫緊の課題となっている中小企業、農業、医療、介護等の分野を中心に、核となる経営人材の育成に取り組んでおり、地域の活性化を牽引する人材を輩出することが、その役割の一つと考えております。 今年度はスタンフォード大学との連携科目を開講し、時代が求める最先端のマネジメント力の養成のほか、福山市や竹原市において、次世代ビジネスリーダー養成講座を開催し、地元自治体との連携のもと、実際の地域課題の解決に取り組むなど、プログラムの充実を図っているところでございます。ままた、AK、大学におきましては 多様な主体との向上的な連携を図るためのプラットフォームを構築し、県内企業等との連携による実践的なプログラムにより、社会を俯瞰できる視野や論理的思考力、複雑細分化した知識を再統合して、戦略的に解決策を立案する力など、経営人材に不可欠なコンピテンシーの要請に注力することとしております。 こうした県立大学の取り組みを通じて急激な変革が進む時代の中でより良い社会の構築をリードし地域から国際社会まで幅広く貢献できる人材を輩出してまいりたいと考えております次に企業従業員のリスキリングにつきましては産業界全体で取り組みを推進していくため新たに リリスククング推進企業応援プロジェクトに取りり組むこととしております具体的には、あらゆる産業においてデジタル化への対応が迫られる中、国家資格であります IT パスポートの取得を強力に支援することにより、デジタル知識の底上げを図るとともに、経営者を対象としたセミナーを開催し、人材投資の重要性についての理解を促進するほか、 リリスキリング推進宣言企業制度の創設により、産業界全体に取り組みが波及するよう、機運醸成にも努めてまいります。さらに、産学、官等の連携による協議会を設立し、産業構造の変化に対応して、習得すべきスキルの整理や、働きながら学ぶ環境の整備、雇用管理の在り方など、リスキリングの定着に向けた対応策を検討してまいります。 また、経営人材につきましては、大学院等において、新たな知識の習得を図ろうとする経営者や、将来の経営者候補に対して、引き続きイノベーション人材等育成事業により、その挑戦をしっかりと後押ししてまいります。今後とも、県内の経営人材や企業従業員が、産業構造や経営環境の変化に対応して、新たに必要となる知識やスキルを身につけることができるよう、 産学官連携による人材育成や、企業従業員のリスキリングの推進に全力で取り組んでまいります。次に、高度医療人材供給拠点構想と、救急医療体制の強化についてお答え申し上げます。高齢者人口の増加に伴って、医療ニーズが高まる一方で、 全国的に若手医師は、症例が多く集まり、研修体制が充実している首都圏に集中する傾向にございます。こうした状況が継続しますと、医師の高齢化や医師・診療科の偏在により、地域の医療提供体制の確保が困難になる恐れがございます。また、遠隔手術支援ロボットを用いた手術や、 内視鏡による低侵襲手術など、高度先進医療の分野は今後、飛躍的な進歩が予想されております。このため、全国トップレベルの高度専門医療や、最先端の医療を提供できる中核的な機能を整備し、県民の皆様に高い水準の医療を提供するとともに、さまざまな症例を集積することで、全国から意欲ある若手医師を引きつけ、 広島大学との連携、協働により、県内の各地域の医療機関へ必要とされる医療人材を配置できる体制を目指す必要があると考えております。こうした中核的な機能を有する高度医療人材供給基点の整備に向けまして、現在、広島県医師会、広島大学、広島市等で構成する広島県地域保健対策協議会において、 検討を進めているところでございますこの協議会におきましては、高度医療人材供給拠点に求められる役割として、高度先進医療に加えて、救急、小児周産期、災害、感染症医療など、高い水準の政策的医療を掲げており、特に救急医療につきましては、断らない救急を目指した救命救急センターや、 小児専用の集中治療室を配置した中国地方初となる小児救急救命センターの設置などを想定しているところでございます。今後、地域保健対策協議会におきまして、さらなる協議・検討を重ね、今年度末を目途に、高度医療・人材供給拠点の具体像が、拠点ビジョンとして取りまとめられる予定でございます。県といたしましままてはこの提言を踏まえ 引き続き医師会、大学、関係医療機関等と連携しながら、救急医療体制の強化を含め、拠点ビジョンの具現化による県民の皆様が安心できる医療提供体制の構築に向けて、全力で取り組んでまいります。その他の他ご質問ににつききまましてては担当説明により答弁させていただきます 都市建築技術審議官、上田孝弘君少子化対策や子育て支援等に資する魅力ある県営住宅の再編整備についてお答えいたします。県営住宅の再編整備につきましては 施設の老朽化や将来的な人口減少を踏まえ、計画的な長寿命化や建て替え等配合を行うこととしており、その事業実施にあたりましては、少子化対策の観点から子育て支援に十分に配慮しながら取り組んでいくことが重要であると認識しております。そのため、昨年度策定した第3次県営住宅再編5カ年計画においては、若者が安心して子育てできる、 住環境の実現に向け、新婚・子育て世代の入居優遇や、団地コミュニティの活性化などに取り組むこととしております。そうした中、県営住宅における子どもの多い世帯などに対応した 3LDK 以上の間取りの住戸につきましては、全管理個数約1万6000戸のうち、現在約900戸を供給しております。さらに子育て支援の観点から、 現在、再編整備中の県営熊野住宅におきまして、将来のライフステージや世帯構成の変化に応じて、間取りを柔軟に変更できるよう、可動式の間仕切りを採用するとともに、5カ年計画に位置づけた個別の建て替え事業におきましても、地域のニーズも踏まえながら、多人数世帯に対応した居住面積の広い住戸の導入を検討しているところでございます。また機会を捉えて 市長と連携し、地域活性化や少子化対策、子育て支援に取り組むこととしており、佐賀町における子育て支援住宅のほか、県営熊野住宅におきましては、余剰地を活用し、保育施設の整備やコンビニエンスストアなどの生活利便施設の出店を図っているところでございます。県といたしましては、引き続き市長や子育て支援に取り組む関係部局とも連携しながら、 少子化対策や子育て支援などに資する魅力ある県営住宅の再編整備について、積極的に取り組んでまいります農林水産局長。 最近やし君、水産資源の持続的確保に向けた積極的な取り組みについてお答えいたします。近年の漁獲量減少につきましては。 水産資源の再生産を上回る過剰な漁獲がその一因であると考えており、そのうち今般の釣りブームなど、遊漁による採捕も水産資源の減少に少なからず影響を与えているものと認識しております。このため、県におきましては、ホームページにマダイやメバルなどの地先定着型の魚種を中心に、体調制限や採捕禁止期間などを掲載し、 遊漁者に対ししてて水産資源の保護を啓発するるとともにににに広域に回遊し大量に財布されている多につきましては国に対して瀬戸内海全域を対象とした資源の調査実効性のある資源管理方策を協議する場づくりなどを要望し現在国において検討されているところでございますまた本県におきましても資源の減少が危惧される漁種を対象に遊漁の実態調査を実施し その結果をもとに、遊漁のルール作りや規制の在り方について、漁業者や有識者で構成される海区漁業調整委員会において検討し、水産資源の持続的な確保に取り組んでまいります。次に、漁業と遊漁の調和につきましては、令和4年度に策定される国の次期水産基本計画において、遊漁をはじめとする海のレジャーが、 漁村地域の振興につながることが盛り込まれる予定となっており、本県におきましても、漁業と遊漁の調和を前提として、その考え方を取り入れた水産振興を図ってまいりたいと考えております。このため、女性やファミリー層の釣りやグランピングなど、コロナ禍で海を利用したレジャーが注目されていることを好奇と捉え、県内各地で開催されている観光底引き網やタコ釣り大会などのイベントと連携し、 新鮮な地魚の味を楽しめる場作りなどに積極的に取り組んでまいりますえ。具体的には来年度から、県内外からの集客と地魚の消費拡大を目的に、瀬戸内地魚のブランド化推進事業をスタートさせ、漁業者、流通業者、料理人などの関係者が連携し、四季折々の地魚の魅力を食を通じて県民の皆様や観光客に発信し、 力ののあるななメニューーツアー企画などに取りり組みたいと考えておりますこうした取り組みを進めることにより、漁業者と有業者がルールに沿った裁縫を行うことで、資源が維持され、その資源である地魚のブランド力の強化で、観光客が増えることにより、地域全体がにぎわい、漁業者の所得向上にもつながる好循環を目指してまいります。 商工労働局長川口和成君え今後の観光政策と推進体制についてお答えいたしますまず新たな観光推進体制後観光連盟では 個人も含めた観光に興味のある方などが数百人規模で参加し広島観光の今と未来を語るヒットミーティングの開催や広島が大好きで広島の魅力発信に協力いただける方を事前により募集し約5000人近い県内外の方が就任しているヒット広島観光大使の創設などに取り組んでおります。こうした民間の柔軟な発想を取り入れ 県民の皆様も巻き込んだこれまでになかった取り組みは、新たな観光推進体制後の大きな変化の一つであると考えております。一方で、コロナなどにおいて大きく変容した観光ニーズ等のより詳細な把握や、そうしたニーズなどを踏まえた新たな観光プロダクトを県内各地域に取り揃えていくことが直面する課題であると考えており、来年度観光連盟において、 スマートフォンの位置情報等を活用した観光客の行動パターンや思考等の把握、異業種を含む幅広い事業者による観光プロダクトの開発を促していくためのプラットフォームへの地域づくりの担い手等の新規参入などに取り組んでいくこととしております。さらに、観光連盟の収益確保につきましては、に向けましては、 観光連盟でしか得られない有益な情報やノウハウ等を市長や DMO 等へ将来、優勝提供することなどの研究を始めたところでありさまざまなデジタル媒体等からの情報収集機能の向上やヒット広島観光大使からより詳細な情報収集するための SNS を活用したシステムの構築市長や DMO 等が 利用しやすすいいい観光データの共有基盤りりなどに取り組んででるところでございます新体制移行直後に新型コロナが拡大したことにより観光連盟においてはこれまでインバウンド含む観光客の激減といった状況の中で県の感染防止対策なども踏まえながら各取り組みを進めておりますけれども今後の新型コロナの収束後の展開も視野に入れ 県と観光連盟のより効果的な役割分担などについて、常に意識しながら、市長や DMO 等とも一体となって、観光振興に取りり組んでまいりまいす地域政策局長、岡田義和君。 スポーツを活用した地域活性化の推進についてお答えいたします。スポーツアクティベーション広島、通称 s h、AH、は、県内市長が実施するわが町スポーツを人的及び財政的に支援しており、これまで6市長で取り組みが進んでおります。一方、着手に至っていない市長におきましては、スポーツが地域活性化のツールとして活用できることが認知されていないこと、 具体的にどのように取り組んでよいのか分からないことなどが課題であると認識しております。このため、今年度は、SAH 代表から市長、町長へのトップセールス、県内の選考事例を共有する市長担当者会議、関心を示した市長への個別サポートなどを実施してまいりました。その結果、来年度、新たに尾道市と大崎上島町が着手する予定であり、 他にも複数の市長が検討を開始するなど着実に取り組みが進んでおります今後とも各地域の実情やニーズに応じ市長に寄り添った支援を丁寧に進めていくことによりわが町スポーツの全県展開につなげてまいります次に戦略的情報発信につきましてはスポーツへの関心が高い県民性や 全国的に活躍する数多くのスポーツチームが拠点を置くという本県の特色を生かし、広島横断型スポーツ応援プロジェクトを進めております。具体的には、すでにこの取り組みに賛同いただいているカープ・サンフレッチェを含む県内30チーム近くの選手情報や試合等のデータを活用した参加型のコンテンツを通じて、チームや競技の枠を超えた 新たなスポーツの楽しみ方を提供するものでございます3月にはこのプロジェクトを試行的に開始する予定であり今後チームやメディアと連携した情報発信等により広く PR してまいりますこれらの取り組みを通じまして県内スポーツの応援環境の充実を図ることにより県民の皆様の広島へのさらなる愛着や誇りの情勢につなげてまいります これををもって質問を終結いたししまますすお諮りいたしますただいま条程中の議案中、県第49号議案、広島県海空漁業調整委員会委員の民命の同意について、並びについ県第17号議案、広島県副知事の選任の同意について、以上2件については、この際、 委員会への審査の付託を省略し、直ちに本会議にて決議決するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。それではまず、県第49号議案、広島,県あ広島海空漁業調整委員会委員の任命の同意についてを採決いたします。本案は 原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います起立総員でありますよって本案は原案に同意するに決しました 次は、追薦第17号議案、広島県副知事の選任の同意についてを採決いたします。本案は原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって原案に同意するに決しました。 この場合田辺副知事から発言を求められておりますのでこれを許します<上>副知事田辺雅彦君発言のお許しをいただきましたので一言 お礼のご挨拶を申し上げます。ただいま、副知事選任にご同意を賜り、誠にありがとうございます。また、これまで県議会の皆様方に。さまざまな形で、ご指導、ご支援を賜っておりますことにも。改めて、厚くお礼を申し上げます。この場に立たせていただき。今まで以上に。課せられた責任の重さを。 痛感いたしております微力ではございますが今一度心を新たにして湯崎知事の下県職員とともに広島県のさらなる発展のため全力を尽くす所存でございます中本議長をはじめ県議会の皆様方にはどうかこれまでにも増してご指導ご鞭撻を賜りますよう お願い申し上げましてお礼の挨拶とさせていただきますありがとうございました次にお諮りいたしますただいま上程中の議案中 県第1号議案、令和4年度広島県一般会計予算から、県第17号議案、令和4年度広島県流域下水道事業会計予算までの各案は、16人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに審査を付託するにご異議ありませんか、ご異議なしと認めます。 よって、さよ決します。それでは、ただいまの決定により、直ちに委員会条例。第五条の規定に基づき。予算特別委員会委員の選任を行います。まず、選任する委員の氏名を、書記が読み上げます。予算特別委員会委員。 山木茂君、竹原哲君、柿本忠則君、前田康晴君、伊藤英治君、坪川達弘君、高弘淳君、三好良二君、瀬間藤博君、井原治君、森川家忠君、安井宏之君、日下美香君、桑木佳則君、 東安幸君君木戸恒君お諮りいた,しますただいま読み上げました16人の諸君を予算特別委員会委員に指名するに賛成の諸君はご起立願います。 起立多数でありますよって予算特別委員会委員は指名の通り選任するに決しました続いて委員会条例第7条の規定に基づき予算特別委員会委員長並びに副委員長の選任を行いますお分かりいたします 委員長は2人とし、副委員長に間藤博君、高寛淳君を指名するに、賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって予算特別委員会委員長並びに副委員長は、 いずれも指名の通り選任するに決しましたこの場合予算特別委員長をご紹介いたします森川家忠君 え皆さんこんにちは、えー、ただいま予算特別委員長にご選任をいただき誠に光栄に存じますとともにその責任の重大さを痛感いたしております、えー、さて知事は4期目のスタートとなる令和4年度当初予算の編成にあたり第一に 新型コロナウイルス感染症への対応、第2に、社会と経済の発展的な回復、第3に、新型コロナや社会環境の変化、頻発する災害などを通じて、顕在化した構造的課題への対応に注力するとともに、安心、誇り、挑戦、 広島ビジョンアクションプランにおいて設定した KPI の着実な達成に向けて施策等を推進していくこととされましたこうした方針により編成された当初予算案は一般会計特別会計企業会計を合わせた17会計全体で1兆7千億円余が 計上されております本委員会には審査機関として執行部との真摯な議論に努め活発な審議を尽くし二元代表制の一翼としての機能を十分に果たしていくことが求められており本委員会に課せられた使命は誠に重大でありますが委員各位 並びに関係当局のご協力を賜りながら、瀬間党、高博、両副委員長ともども、精力的に職務を遂行する所存でございます。皆様方のご指導と格段のご支援をお願い申し上げまして、誠に簡単ではございますが、就任のご愛知といたします。ありがとうございました。 お諮りいたしますただいま定定中の議案中、県第27号議案、広島の森づくり県民税条例の一部を改正する条例案は、この際、デジタルトランス,ランスフォーメーション推進行財政対策特別委員会に審査を付託するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。 よって採用を決しますその他の各案についてはそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします議案付託票は5国お手元に配布いたしますお分かりいたします2月28日から3月14日までは委員会審査等のため本会議は休会とするにご異議ありませんか ご異議なしと認めますよって作用決します次回の本会議は3月15日午前10時30分から会議を開きます本日はこれをもって散会いたします